帝国憲法不可法帝国憲法不可法はエルバ島への追放から帰還したナポレオン一世の要請でバンジャマン・コンスタンが起草したフランスの憲法である。1815年4月22日採択。不可法という名称はこの憲法がそれまでのナポレオン時代の諸憲法を全面改正する修正条項であるという建前によるものである。不可法は ナポレオン時代の憲法よりも王政復古に際して、ルイ18世が定めた1814年憲章に類似するが、憲章の存在には触れていない。住民5000人未満のコミューンの主張を公選制にするなど、今までになかった諸権利をフランス人民に与えており、かなり自由主義的であった。エルバ島から帰還して100日天下を開始したナポレオンにとっては、 第一訂正の復元は不可能であり、自由主義者のバンジャマンコンスタに新憲法の起草を依頼した。新憲法は1815年6月1日のプレビシトで約130万の賛成票を得て承認されたが、500万人以上の有権者が棄権した。シャンドマルスで憲法交付式が行われたが、その直後のナポレオン没落によりほとんど実施されなかった。 立法権は皇帝と任正議会とが共同行使するものとされた。貴族院は直任かつ世襲の議員からなり、大議員は各県の選挙人会によって選出された任期5年の議員629人からなるものとされた。大臣は政府の行為について責任を負うものとされた。自由主義的改革として諸権利の保障や検閲の廃止が謳われた。結局、 両議員は1815年6月3日から7月7日までの1ヶ月余りしか開会されなかった。ありがとうございます。